組曲第4番、モーツァルティアーナと、蝶々作品61は、ビオトル・イリーチ・チャイコフスキーが1887年に作曲した、還元楽のための組曲。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンに初演100周年を記念して書かれた。モーツァルトの4つのピアノ作品に、還元楽編曲を施した作品であるため、作曲者自身は本作に、 過去の3作品に続く組曲としての番号を与えず、代わりに、モーツァルティアーナという表題を掲げた。しかしながら、この作品は、チャイコフスキーの還元学組曲第4番として広く認識されており、本校の項目名もそうした現状に即したものとした。初演は1887年11月15日、モスクワにおいて、 ロシア音楽協会の演奏会で作曲者自身の指揮により行われた。この作品でチャイコフスキーが見せるモーツァルト作品の扱いは忠実であると同時にデイビッド・ブラウンのことによれば愛情深刻もある。チャイコフスキーは音楽をそのままの形で用いた上でそこに引く19世紀末の予想意を施し引く最大限の光を当てようと心を砕いている。彼は モーツァルトのあまり知られていなかった楽曲に対して同時代の人々からより大きな賞賛を勝ち取ろうとしたのである。楽譜には次のような言葉が掲載された。モーツァルトの多数の優れた小規模曲はなぜか一般のみならず音楽家の大部分にもほとんど知られていない。これら主曲のような作品がよりしばしば演奏されるための新しい糸口を与えることを期待するものである。 チャイコフスキーは常にドン・ジョバンギに最大限の威風を抱き、モーツァルトを自らにとっての音楽の神とみなしていた。一時、非公式ながら彼と婚約していたデジレアルトの死でもあるソプラノのボーリーヌ・ガルシア・ビアルドは、1855年のロンドンにてこのオペラの自筆譜を購入して自宅にある聖堂に保管しており、多くの人がこれを見に訪れていた。 1886年6月、パリ滞在中だったチャイコフスキーは彼女を訪ね、楽譜を目にした際には、自分が神のお力の中にいたと語っている。モーツァルトの作品を元にした組曲の構想自体は1884年から温められており、1887年に作曲に着手すると弟のアナトーリーが住むコーサスと療養のために赴いたエクスラ・シャペルで、 筆が進められた。モーツァルティアーナには過去を現在の世界に再創造したいという願いを込めたのだとチャイコフスキーは出版社のユルゲンソンに書き送っている。しかしながらイーゴリストラビンスキーが行ったように自らの様式で音楽を作り変えることはせずモーツァルトの楽曲を補強することもなかった。とりわけ、後の時代から見た際に チャイコフスキーが目的を果たし損ねたと感じられるのは第3曲の祈りである。彼はモーツァルトの楽曲を直接使わず、フランツリストがモーツァルトの音楽を独特な方法で扱ったシスティナ礼拝堂にテース461という作品を素材として用いた。その結果、今日ではモーツァルトが書いた成長かつ繊細な原曲の扱いとしては、 あまりに干渉的でカビであるという評価が一般的となってしまったのである。ジグとメヌエットの処方は効果的である。しかし、これらを開始の2曲に選択したという事実からは、チャイコフスキーも当時の人々の多くと同じように、モーツァルトの軽妙な面と深淵な面の区別が十分につかなかったのだと考えることができる。最終の変装曲ではモーツァルトがこの主題を用いて、 探求した点のいくつかについて、チャイコフスキーは特徴的な色鮮やかな還元落法によって描き出すことに成功している。それでもなお、モーツァルトが深みを持つというよりむしろバロックの可憐さを象徴するものとして立ち現れるのである。一見するとモーツァルト音楽の真の力量や多様性にチャイコフスキーの目が向いていないように見えることの原因は、 彼の心理状態が沈みがちに過去を振り返り、それを失われた純粋さや私服と結びつけずに折れなかったという点に求められるのかもしれない。このため彼は単純に干渉的な視点へと避けがたく傾いていったのである。作曲者は1887年6月にユルゲンソン宛ての書簡において本作に関する次のような見通しを述べている。曲の選び方と 古い曲に新しい表現を与えるという新規な方法のゆえに、この曲は特に国外では成功するだろうと信じています。その言葉の通り自身が指揮する初演は大きな成功を収め、中でも第3曲はアンコールを受けたと伝えられる。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンオトランペットに、ティンパに、大太鼓クロッケンシュピール、ハープ、ゲン部 約20から24分半。原曲は小さなジグケ574、ライプツヒのオルガニストの音楽帳へ書き付けられた楽曲である。第1バイオリンとフルートのユニゾンに開始すると、第2バイオリンとクラリネットが応唱し、さらに、ビオラとファゴットが続いて、フガートで進行する。チャイコフスキーが追加したクレッシェンドを経て、競争で結ぶと前半部の繰り返しとなる。 後半は、フレー1を2丁丁で出して始まり、展開されると音量を強めて、途端調で主題を奏でて、ホルティッシッシモのトゥッティで歯切れよく集結する。後半部分も繰り返しを受ける。原曲は、K355、トリオのないメヌエット。半音階的な動きを特徴とする主題をバイオリンが提示する。フレー2半音階の推移が、2丁丁へ落ち着き。 静かに冒頭へ戻って反復される。鋭い不協和音に導かれる中間部は弦楽器が中心となって進められ、やがて16部音符が加工する流れに至る。フレーニが再現して第3部となり、クレッシェンドして二丁調で終わりを迎える。中間部以下も反復される。原曲はモテット、アベベルムコルプス K618 のフランツリストによるピアノ編曲版。 リストは、K618 とグレゴリオ・アレグリのミゼレーレを組み合わせて、ピアノ曲、システィナレイハイドウにテ四百461を作曲しており、チャイコフスキーはその中から、モーツァルトの楽曲部分のみを抜き出して用いた。このため元となった、モーツァルトのモテットからは、かなり隔たった楽曲となっている。木管とハープによる八小節の導入があり、バイオリンが、 フレーサンの主題を静かにそうする。フレーサンカンタービレから低弦とフルート、クラリネットに旋律が移り、続いて弦楽器群、木管楽器群と歌い継がれていく。最後は他の楽器が音を保持する中で、ハープがアルペッチョを奏で、ピアニッシモからさらに音量を落として静かに終わる。原曲はグルックの予期せぬ開口、または、 メッカの巡礼者たちの主題による銃の変装曲計455。原曲ではアレグレットであった速度をアレグロジュストに変え、フレイオンの主題が提示される。主題は二部形式となっており、前後半がそれぞれ反復される。フレイオン提言がピッツカートで伴奏する上で、クラリネットが変装を行う。後半はバイオリンとフルートが変装を受け持つ。 1> 第1変装と趣向きを同じくしており、ビオラがえず16分音符を刻み続ける。フルートのソロが主題を3連符にした変装を奏する。低音から出される主題の動機をトゥッティが華やかに受ける。後半の初めの学説は和音変装となっている。トタン調に転じ弦楽器が主体となって自由に変装される。都町長に復帰して木管楽器だけとなり。 息の長いトリルが彩りを添える。再び弦楽器を中心として大方的な展開を見せ、後半では7連符を用いて大きく盛り上がった後に沈まっていく。クロッケンシュピールとバイオリンのピッツェカートによって主題がそうされる。最後には急速なパッセージが挿入され、バイオリン独奏だけが残って即興的な音景を奏でる。アダージョに速度を落とし、 全曲の最後から引き続き、ソロバイオリンがカデンツァ風の技巧的な変装を繰り広げる。アレグロビーボ3、8拍子となる。前半ではバイオリンが主題を変装し、後半では木管がこれに呼応する。フレーゴアルペッチョの音景で頂点を迎えると、フェルマータを付した全球種が置かれて、クラリネットのカデンツァが挿入される。フレーゴのリズムによる展開が再開し、 クレッシエンドの後に鋭い上昇音景を境に目のもつそとなる。ここでクラリネットが単独でパッセージをそうすると元のテンポに回帰する。最後はフレーヨンを素材に自由に展開し勢いを弱めることなく全曲を締めくくる。注釈出典。ありがとうございます。